いやアップバンクストアの夏フェスも終わりか。あここで終わりなのかな。なんか結構締まりが悪いっていうかな。なんかもうちょっとハッピーになれるんじゃ。ハッピー村田のハッピーは何のハッピーなの？OK、分かりました。じゃあちょっと準備してくる。 OK です。やります。はい、揃いました。はいはい、こんなに、毎回揃えてるんですけど、結構今日も結構新しめな。いや、めっちゃありますよ。いつもありますね。こう防水ポーチとかありますね。結構新しめで、あと僕のミルカもあるじゃないですか。ミルカもあります。どうやって選んでいこうかっていう。ああ、もうこっからここまでみたいな。こっからここまで入れます。全部全部じゃなくて今回はちょっとその松竹梅じゃないですけど、はい、こうなんかちょっとランク分けじゃないですけど、なんかお手頃価格、まあ普通くらい、お値打ちのちょっと値段がありますみたいな、何千円、3000円とか、5000円、1万円みたいなの福袋セットいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。じゃあまず、はい、3000円のやつ作ります。はい、3000円ですよね。あ、じゃあまあバッテリーいきますか。じゃあバッテリー、これどれくらいですか。これ容量的に、これ4000ミリ。ああ、いいんじゃないですか。じゃあこれどうです。これですね。どうですか。オッケーです。まだ大丈夫ですよね。まだ1個大丈夫ですよ。全然セーフですよね。はい、甘い。それポーチ、それ新しい、もう新しいやつ。いや、これだってつけないと、まあ、夏フェスだし、夏フェスの最後だし、でしょ。じゃあ、わかりました。はい、じゃあ入れましょう。入れましょう。じゃあ、これは色は2色あるんですね。ああ、ピンクとブルーと、はい、これが A プラスの、防水ポーチ、あのアップバンクさんの新しいブランドですね、はい、色は選べないね。どちらか2つ入りますので、お楽しみ。選べない、お楽しみ、はい、なるほど。水ポチャしても全然大丈夫、お風呂でも使えるので、あ、すごい、それいいですね、それいいですね。じゃあ、このバッテリーと、はい、ポーチ、はい、とまだ来ますよね。とこれどうさ、これなんか見たことあるな。それそうっすか。あの固定する iPhone 固定するやつ。あれなんでこれ。これ例えばあの DS とか、ああ見た、 DS をつけて片方にはこれ見た、あの iPhone を入れつけて、これ見た。だ、要は記事で見た、なんかフレキシブルになってて、こうやってこっちに DS でこっちに iPhone、 攻略サイトみたいな感じ。あ、こう幅がちゃんとあの iPhone、 あの幅の大きめの iPhone、 なるほど、 Android でもいけますし、端末固定するなんて言えばいいんですかね。これはゲームしながら通話セットっていう。ははあ、ゲームしながら通話セット、なるほど。通話も、あ、そうか、通話の端末セットすればいいんだ。これつけます、つけます、いいんですか。これ つけてもいいですよ。え、これこれどういうこと。ここに自分のイヤホンを そう刺して、え、要はこういうことですね。プチッと刺して、え、したら2つの音が1個で聞け。あ、そうそれめっちゃいいじゃないですか。これつけましょうか。じゃあ行きましょう。これめっちゃ欲しい。これこれつけて、バッテリーつけて、4000ミリのバッテリーつけて、はい、で、防水ポーチつけて、はい、3000円3000円 OK。
結構お得じゃないですか。いや、かなりお得ですよね。じゃあそういうことでいきます。あ、なんかこうハッピーからの恩返しみたいなないんですか。ハッピーから、そうですね。まあ、確かにあの夏フェスもう7月から始まってもう8月高野祭やってもうこれが本当の最後の打ち上げ花火みたいなものなんで、はいはいはい、なんかつけましょうか。缶バッジとか、ああ、フリルキーホルダーとか、もうこれ全部つけちゃいましょうか。もう行きましょう行きましょう。もう最後なんで、最後なんで、じゃあ缶バッジどれか1個、このアクリルキーホルダー、はい、どれか1個、はい、これも、ああ、もう行きましょう行きましょう、全部行きましょう。でどうでしょう。え、こうじゃない、こう行く、こうじゃないの。わかりました。はい、じゃあいいっすよ、これいいんすか、いいんすか。あのこれイベントでしか、そうっすよね、買えないんですよ。ジャパンツアーとかでよく見るけど、これなんでここに並んでんだろう。誰が並べたんだろう。マグカップどうすか。わかりました。もう本当に夏フェスもう今回限りなんで、はい、でこれもつけます。で全部ついて3000円、全員抜き3000円。さすがさすがハッピー、さすが。あの怒られるかどうかの寸前なんです。もう僕はまあ正直選んでるだけなんで、やっぱお客様の、そのやっぱり幸せを大事に考えて、まあ僕は選んでるだけなんで、はい、私は頑張ります。じゃあ、はい、じゃあ次行きましょうか。次行きましょう。5000円セットですかね。竹5000円セットは何行きましょうか。まあやっぱさっきもバッテリー入れたんで、バッテリーとかどうですか。バッテリー、僕このバッテリーめっちゃ気になってるんですけど、なんすかこの薄いバッテリー。これめちゃくちゃ薄くない、こんな薄いのに1万ミリあるんですよ。え、本当だ、1万ミリアンペアある。え、しかも、え、223g しかない。はい、めちゃめちゃ薄くて、めちゃめちゃ軽い、超軽い。ビジネスマンとかで、なんかファイルとか一緒に入れるところに隙間にスポット入るんで、いや持ち運びめちゃくちゃ簡単な。これいいっすね。楽ですね。 iPhone 3回ぐらいできますよね。もっとか。できます、できます、もっとできます、ね、もっとですよね。5回ぐらいフル充電で、4、5回は余裕でいけますね、いけますね。すげえ。ちゃんとポートが2つ、ポート2つ、ちゃんとポート2つあります。で、ここを押すとインジケーターが光って、充電残量分かります。4つが満タンですよっていう。じゃあこれ入れましょうか。あ、これ、じゃあ、はい、お願いします。あとは、どうしようか。ここアップバンクストアのガチの事務所なんですけど、いろいろ今夏フェスで売ってるものもある。これなんすか、これそれね、めちゃくちゃめちゃくちゃ今ね、あの夏フェスで売れてるやつ。これなんすか。あ、スピーカーがついてる。スピーカーソファーって言って、あのエアが入ってるんで、空気で膨らませて、はいはいはい、あのソファーになるよっていう。このイヤホンジャックを刺せばこっから流れる。座ってみる。あ、空気なんですね、これ。空気で膨らませて、楽しい。え、で、こういうことですよね、だから。そうこう、ゲームとかしながら、ゲームの音がこっから流れて、まあもちろん音楽でもいいし、リラックス。すごい、え、超気持ちいい。え、膨らませれば家でやってたから、そう、基本はだから、空気抜いて運べばいいってこと。空気抜いちゃえばもう本当にもう、そういうことですよね、そういうことですよね。あ、それ入れちゃう。これでも、普通に高いっすよね。普通に高い、高いっす。これ行きましょう。行きますか。分かりました。もう夏フェスなんで行っちゃいましょう。そんなもんでいいですかね。え、これどうしますか、これ。あー、じゃあ分かりました。じゃあこれに、はい、さっきつけた缶バッジ、ラバースと、アクリルキーホルダーでマグカップを全部つけて5000円。5000円すごい、ちょうど、すごい、ちょうど。だって僕の5000円の感覚ですよ。僕の5000円の感覚、これを5000円で買ったら、僕多分これ5000円ぐらいすると思うんですよ。僕の感覚、これを買ったらこれがついてきたみたいな。しかも防水ポーチもついてるし、これ缶バッジとかもついてる。5000円じゃ買えないっすよ。大丈夫、あ、もういいや、別に怒られるのかな。そう。あと車内調整するんで、はい、よし。じゃあ最後いいんじゃない。最後いい福袋できましたよ。もう、ね、最終章福袋最終章。もう最後1万円、一番プレミアムいきましょう。プレミアムのやつ、はい、防水ポーチとかこれっていうのも、その1万円の福袋に全部入れちゃいます。あ、まあまあ1万円なんでね、入れちゃいます。使わないわけないです、ね、入れちゃいます。かつ何を入れるか、じゃあまあバッテリー入れたんで、次もバッテリー行きたいんですけど、
ちょっと最近すげえ人気がある、はい、もうさらに上のものがあって、はい、これあの X ライトっていう、ブランドのモバイルバッテリーで2万ミリあるんですね。だからもう超大容量。2万2万ミリアンペア。それでいてそんなに大きくないっていう。本当だ。380g でこれ8回充電できます。で2ポートしっかりついてて、接続された機器によって最適な電流流してくれるっていう機能も搭載されている。なんでだから iPad 挿したら iPad 分の電流っていうか供給がなされて、電流が流れて、はい、あの高速充電に対応してますっていう。これ結構今一押しなんですけど、これ入れちゃう。行きましょう。大丈夫ですか。大丈夫です。もともとこういう価格なんでね。じゃあまだ全然行きますね。全然余裕が終わりということで、なんか余裕はないです。余裕は全然ないです。余裕みたいなんで。ね、じゃあ今話題の。じゃあ今話題の。見るか。これ知ってますか皆さん。これを押すとですね。これ中に IC カード、スイカとか。うん、パスモとか入れてこう押すと残金が265円。特になんかすることもなく入れるだけで、ここを押すとしてあげると残高が出ると。いわゆる改札でこうピーピーパンパンダンスがなくなるってことですね。これでなくなるこれでこうあってこうチャージしに行けばいい。そうこうで、これでもこのパスケースだからこのままもうピーも普通にできる。大丈夫ですよね。大丈夫です。見るか、これも行きましょうか。1万ミリのバッテリー入ってます。もう見るか入ってます。あと防水ポーチとかもうこの辺も入ってます。盛りだくさんで1万円。あ、でも僕これ持ってますよ。これうつ伏せクッションって言って、はい、そう。いやもう本当にこれで僕こうですから。そう、もう家でこうですから。あれこっちなんですか。こっちはてかこれ誰がここに置いたんだ。え、あこれもなんか見たな。これは、これとこれ同じメーカーさんで、はいはいはい、これが新商品で横向き寝クッションっていう。横向き寝クッション要は横ここ穴開いてるんです。ここに耳をつける感じでちょっと横になって、こうかつここから腕を通します。でゲームできる。やばくない？しかも耳開いてるから、これそう音がねこう通るようになってる。耳開いてるからこっち。すごい裏地もちゃんと、え、耳あの音が通るようになってる。これすごいな。これで外すのもできるんですか？ここもちろんあの幅の調節もできたりとか、はいはい、この高さ調節っていうのもしっかりできるんで、はい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 、自分のお好みの体勢になれる、はい、すごい。普段こうやってやるじゃないですか。はい、あ、分かる。こうやってやるです。でもね、30分ぐらいしたら痺れてくる。そう、ここがね、痺れてくる。それがこれすごい。これすごい。別になって横向かなくてもいいわけですよね。そう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 、こうでもいいわけですよ、ね、そう。すごい。これ欲しい。これね、結構きついよ、それ入れると。これでもう5000円ぐらいしちゃうし。ハッピー入れて1万円の福袋に入れて。あと、じゃあ本当にこれ数少ないですけど、入れましょう。もう最後なんで。あざっす。最終章、最後の福袋入れちゃいましょう。これはすごいね。これ多分速攻売れちゃうと思う。もうじゃあそんなところですか。これ置いてあるってことは選んでいいんですか。これね、本当誰が置いたかね、マジでわかんない。あれ？これって何でしたっけ。なんか買った時に、あ、サイダーのあの24本入りみたいなやつを買った人にだけついてくるみたいな。そう、僕はこれはもう手に入らないって聞いてましたよ。え、もうだってもうなんか増産もないし、出してない。だって相当前にもうなくなりましたって言われたやつじゃない。あの事務所に我々が確保してる分しかないって。隠してはない隠してはないって。全部出せ全部出せ。わかりました。じゃあもうこれ最後。本当にこのプレミアム福袋もう本当に最後。1万円の福袋だけこれ入れちゃいます。梅と竹には入んないけど松だけ。さすが
全部入れて1万円。さすが。もうお腹いっぱい、もう夏は満喫。はい、というわけで、松竹梅、3000円、5000円、1万円の福袋を数量限定で販売をさせていただきます。いやだから今回もだいぶ数少ないということでよろしいですかね、うん、だいぶ少ないですね。というわけで今日もというか今回も、はい、ありがとうございます。本当皆さんぜひぜひお買い求めいただければと思います、はい。詳しくは概要欄の、はい、概要欄のリンクからまた特設ページがあります。はい、夏フェスの特設ページにダーンって突っ込みます。はい、なのでぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ以上で、はい、ありがとうございます。じゃあぜひ皆さんお買い求めください。はい、さようなら。ナスフェス